今回は僕が楽しみに待ってたユニクロ U のリサイクルダウンジャケットをご紹介します。どうも皆さんこんにちは、川島隆弘です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、ユニクロ U のね、立ち上がり前から僕はちょっと楽しみにしてたこちらリサイクルダウンジャケットを発売日に購入してきたんで、ちょっと動画作っております。これね、オンライン上のねユニクロ U のチェックの時からこれいいなっていう感じでずっとチェックはしていたんですけど、立ち上がりからねちょっと経って今11月の頭なんですが、約2ヶ月経たないくらいか経ってからやっと発売されました。やっぱねダウンなんでね、これからの季節なのでそういった時期に合わせてるのかもしれないんですが、すごくね肌触りだったりとかめちゃくちゃ良かったりするので、ちょっとね詳しくご説明していきたいと思います。はい、ということで、ね、こちらのリサイクルダウンジャケットのちょっと商品説明をしていきたいと思いますね。商品名のはもうそのままでリサイクルダウンジャケットっていう形です。今年の9月に新たなサステイナブルプロジェクトリユニクロの第1弾として着手したのがこちらのリサイクルダウンジャケットだそうです。なんと昨年にお客様ユニクロスタッフから回収した62万着のユニクロのダウン商品を再利用していて、リサイクルダウン&フェザーを 100% 使用したダウンジャケットになっているそうです。すごいね、あのネットで見た時よりも意外にボリュームというか、このふわふわ感がすごくびっくりしました。で、このダウンもね数年後にまた回収して新しい服へとリサイクルできるような仕組みになっているそうです。やっぱねどこの企業だったりとかもね、やっぱサステナブルだったりとか環境配慮ってところがねどんどん進んできましたね。はい、そして価格に関しては7990円、ユニクロで有名なダウンだとシームレスダウンとかあると思うんですが、あれが1万5000円くらいかな、税込みでとかだったんで、そういったものに比べたらちょっとお安い価格になっております。ただね、やっぱボリュームだったりとかそういったねシームレスダウンなんかよりも少し劣るかなっていうイメージがあります。で、色展開に関しましては、ダークグレー、ダークオレンジ、ブラウン、ダークグリーンの4色展開で、僕もね店頭で結構悩んだんですよ。僕が購入したのはダークグリーンなんですけど、やっぱブラックに近いダークグレーもいいなと思って両方試着してたんですけど、他のねインナーダウンで使ってるものだったりとか、こうダークグレーだったりとかブラックのものを持ってたので、あえてねこのフィルティングジャケットみたいな感じをね活かして、そのダークグリーンを購入しました。こう他の色もね秋冬に使いやすいようなカラーがね揃っていました。で、サイズ展開に関しましてはいつも通りで XS サイズから 4XL で、店頭、僕池袋の店頭で購入したんですけど、店頭にあったのは XS サイズから L サイズまでの展開だったんですが、本当はね XL だったりとかもちょっと試着してみたかったんですが、ジャストサイズでね L サイズが意外に体にフィットしたので、僕は L サイズを購入しました。はい、で素材に関してなんですけど、表生地が 100% ナイロンということでね、普通のナイロンダウンだったりとかナイロンジャケットに比べて肌触りめちゃくちゃしっとりしてるんですよ。で、生地もねなんかちょっと厚みのあるようなナイロンだけど、こうなんていうのか安っぽくない感じがして、今までのユニクロのナイロン商品で僕これが一番好きかもしれないです。で、中綿に関しましては 85% ダウン、 15% フェザーで、ポケット部分に関しては 100% ポリエステルで、ちょっとね中綿の部分が切り替えてるような形になります。やっぱりヨレとかが出ちゃうのかな、こういうところは。はい、そして裏地なんですけど 100% ナイロンっていうことでね、あとはリブの部分か、こちらに関しては 100% ポリエステルっていう形で、まあ、締め付け具合のね程よいこのストレッチ具合になってますね。そして仕様なんですけども、シルエットやディティールに工夫がされているそうで、ソフト V ネックの襟元になっているんですね。コートだったりとかパーカーのインナーで着てもねすっきりと収まるようなものになってます。他にもねユニクロだとウルトラライトダウンのこういったね襟元が V になっているものがあると思うんですが、それよりも深いタイプになっていると思います。で、こちらのねステッチがオニオン型になっているので、かさばりだったりとかゴワつきを抑え、心地よい膨らみ感と温かさが楽しめるようになっているそうです。だからね、普通のものだとこう格子状になってたりとか横だけだったりとかのステッチが多いと思うんですが、こういう風な並々したオニオン型というものになっております。はい、だからねこの時期とかだと今の僕みたいにロンティーの上にねさらっと羽織るであったりとか、あと真冬なんかは僕だったらレザーだったりとかのインナーダウンとして着用するってことができる 2way で使えると思います。で、ウルトラライトダウンよりもなんかねやっぱ普通にアウターで使えてしまうようなシルエットであったりとか生地感をしているので、これくらいのねライトアウター探されてる方にすごくいいと思います。はい、っていう感じでちょっと実際にもう着用してみます。はい、ということでこちらが L サイズになりますね。僕は 175cm、63kg で今 L サイズを着用しています。色もねすごくいいんですよ。ダークグリーン、すごく深みのある色なので、
なんかね、こういう風にチノだったりとか、あとストレートデニムなんかと合わせてね、アメカジ風に着こなしてもかっこいいと思います。でね、着丈なんですけど、そこまで長くないです。L サイズを着用で今こんな感じなんですけど、やっぱりインナーなんでもね、使いやすいように、ちょっと着丈なんか短めなのかなっていう風に思います。袖丈もね、ジャストサイズっていう感じです。やっぱり今トレンドだとオーバーサイズのシルエットだったりとかが多いと思うんですが、そこまでね、オーバーサイズではなく、しっかりとフィットしたような作りになっています。あとはなんといってもこの肌触りというか、着心地というか、すごくしっとりとしたナイロンなので着心地もいいですし、あと保温性もねやっぱバッチリだと思います。前を締めるとこんな感じ、色が色なんでね、こうしっかりと合わせるものを考えないとおじさん臭くなってしまうんですが、これをねどう崩して着るかっていうところが僕の楽しみでもあります。あとはね、やっぱこういう風なダウン系のアイテムだと重さを気になされる方多いと思うんですが、全然重くないです。すっごい軽いです。ただウルトラライトダウンなんかよりも少し重みあるのかなっていうくらいの重さなんですが、ほとんどね着ていて疲れるであったりとかそういったことはありません。あとはね、やっぱこのリブの部分、ウルトラライトダウンにないところだと思うんですけども、リブがあるのでその1枚でねライトアウターとして着用するときにも少しカジュアル寄りにね使えると思うので、ここもねいい点の一つだと思います。はい、ということでこちらのリサイクルダウンジャケットを使ってちょっとコーディネートであったりとか着回しどんな感じで着るのってところをねご説明していきたいと思います。まずはね全部で3つくらい作ろうと思うんですが、1枚で着たときバージョンを2つ、あとはインナーで使った時にねどれだけのサイズ感になるかだったりとかボリューム感だったりとか気になる方もいると思うので、その3つでちょっといきたいと思いますので、ぜひねサイズ感であったりとか、あとこういう風なダークグリーンってどうやって使うのって方もいると思うので、ぜひ参考になればと思いますのでご覧ください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。3つご紹介させてもらいました。1つ目に関しましては足元ブーツで、ボトムに関しては白のワークパンツ、カーハートでね以前これご紹介したものなんですけども、ワーク感のあるようなコーディネートでちょっと合わせてみました。インナーなんかはね変わらず、これもユニクロのねヘンリーネックのロンティーなんですが、これをただ単に合わせて、その上にねこちらのリサイクルダウンジャケットを合わせただけになります。結構ねカラーがねいい具合にこう男臭いというか、まあおじさん臭いって言われちゃうこともあるんですけどもくらいのカラーなので、ちょっとワーク感のねあるようなカラーにしてみました。で足元にねあのままカーキのディッキーズでもよかったんですが、ちょっとねおじさん臭さをね消すために白のワークパンツを合わせてみたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでねライトアウターで使うんだったら、ちょっとワーク感のあるようなアメカジテイストの合わせ方が僕はいいかなと思います。もちろんねシンプルに黒スキニーとかで合わせてしまっても問題はないんですが、せっかくねこのオニオン型のステッチだったりとかがかっこいいと思うので、そういったところを活かしてみました。で2つ目に関しては、まあレザーパンツとインナーのところにグレーのパーカーを合わせただけなんですが、あんな感じでねちょっとね襟元からフード出してあげるとよりカジュアルに使えると思うので、あまりねこうおじさん臭い感じで着たくないって方はねフードだったりとか出したりとか、あと白シャツとかもね意外に合わせやすいと思うので、そういったもので中で崩してあげるといいかなと思います。で3つ目に関しましても、レザーのパンツとダナーのねスウェードのブーツはそのままなんですが、このリサイクルダウンジャケットをインナーダウンとしてちょっと使ってみました。アウターにパタゴニアのレトロ X を合わせたんですが、いかがでしたでしょうか。本当はねコートとかも合わせようと思ったんですが、コートなんかはね全然問題なく着用できちゃいました。ただインナーダウン用にこれを買おうって人は、僕的にはウルトラライトダウンとかの方がいいかなと思います。あのかさばりだったりとか、そのウルトラライトダウンの方がよりねコンパクトに潰れてくれる部分があるので、まあ、そういったところを考えると、インナーダウンだけでこのリサイクルダウンを買うって人はやめといた方がいいかなと思います。僕みたいにそのライトアウターとしてナイロンジャケットだったりとかナイロンダウンとして使いたいっていう方はすごくいいと思いますし、その他の
の用途としてインナーダウンでもワンチャン使おうかなくらいの感覚の方がいいかなと思います。なんでね、1枚着で僕は着た方がこれはかっこいいかなと思います。ダークグレーなんかはね、このおじさん臭さもちょっと消せると思うので、ビジネスシーンだったりとかでも使えると思うので、そのシャツであったりとかそういったところの上だったりとかで着ても、ね、すごくかっこいい商品だと思いますので、ぜひ店頭なんかでねチェックしてみてください。これやっぱウルトラライトダウンよりも少し膨らみがあったりとかボリューム感のあるアイテムなので、これからの季節だとね、そのライトアウターとして大活躍できると思いますので、僕はそんな感じで使っていきたいと思います。はい、ということで今回はね、僕がずっと楽しみにしてたこのリサイクルダウンジャケットの方を紹介させていただいたんですが、いかがでしょうか。ダウンジャケットね、他にも結構紹介してると思うんですが、僕ダウン大好きなんですよ。ユニクロだと他にシームレスダウンとかあるんですが、なんかね、店頭で着用した時にあんまり好みじゃなかっただったりとか、体型に合わなかった部分があって、結構ねアウトドアブランドだったりとか、あとは水沢ダウンみたいな感じ、スポーツブランドのねダウンなんかが機能的にもすごい好きなんですが、やっぱユニクロ U でね、7900円台でこれだけの機能性とね、あったかさ、あとはシルエットなんかもかっこいいと思いますので、それがね手に入るのすごくコスパが高いと思います。でね、先ほどもお伝えした通り、その用途としてはね、ライトアウターメインで、あとはね、そのインナーダウンとしてもまあ使えるよっていうくらいの感覚なので、それくらいのね使用の仕方の方にはすごくおすすめだと思います。あとやっぱそのサスティナブルな素材であったりとか、リサイクルっていうところがね、やっぱその環境対策、環境問題に取り組もうとしてるねブランドさんの姿勢だったりとかもすごくかっこいいと思いますので、これからもね応援していきたいと思っております。はい、そんな感じでね、他にもダウン結構ご紹介してるんで、これくらいだったらね、やっぱ真冬はちょっと中にロンティ1枚とかだと厳しいので、気になる方はね他の動画でもダウン結構紹介してるんで、ぜひご覧ください。はい、という形で今回の動画はいかがでしたでしょうか。またね、こんな感じユニクロ U だったりとか、あと今後プラス J だったりとかね、そういったアイテムも出てくるので、またそういった時にねご紹介していきたいと思います。はい、今回の動画が良かった、参考になったとありましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。